昨日4位のソビエトのペアです。イリナ・シショウはアレクセイ・スリバノフ15歳と16歳。去年のこのジュニアの世界選手権で第5位に入っております。さん、このソビエトのペアというのはスピード感が非常にありますね。そうですね。歌っている曲は「The War of Stars」。ちょっと女性の着地が乱れましたが。ローテープループ、きれいに決めました。決めましたね。伝統的にこのペアは非常に強いソビエト。きれいなスターリフトですね。手を離してましたね、女性は。はい、いました。心なしか昨日よりもちょっと硬い感じがします。スローダブルアクセルですね。はい、昨日ショートプログラムが第4位です。今日の成績間では3位以内に入っていきます。そして優勝も狙える位置にありますが、ちょっと意識しているのかもしれません。死の渦巻き、デススパイラル、ちょっと浅めの渦巻きでした。これは決めます。今度の大会で3位以内に入りますと、国際スケート連盟からはサラエボオリンピックへの出場資格を与えられることになりますが、このソビエトのペアに話を聞きますと、全くそんなこと意識してないと言っておりましたが、層の厚いソビエトはそれよりも国内選手権を勝つことの方が大変だという話でした。今日はちょっとこのペアに珍しく調和ユニゾンが乱れがちですね。さあ、フィニッシュ。ソビエト、イリーナ・シショウはアレクセイ・スリマノフの演技でした。ちょっと最初の硬さが取れないままに終わってしまいましたね。ミスとは言えないまでも何か乗り切れないような感じがありましたがね。そうですね。表情もご覧の通りです。先月ソビエトの国内でありましたオリンピックホープス大会で1位になっております。このペア、この辺りはどうでしょうか。そうですね、ここは非常にいいと思いますが、スローダブルアクセル、非常に高さもありますね。はい、これがソロポジションで行うスピンなんですが、ソビエトのペアにしては珍しくスピンの回転が乱れてますね。まずテクニカルメリット、技術的な面ですが、1人 4.9 はオーストラリアの審判です。昨日もだいたい 5.0 ぐらいの平均の点をもらっておりましたが、今日もほぼ同じ 16歳のスリマノフですが、少しひげを生やしてますかね。そうですね、ちょっとそして今度はアーティスティックインプレッション、芸術点、音楽との調和、そして2人の調和を見ます。こちらには4点台が目立ちますね。そうですね、やはり調整がところどころ乱れてたのが響いたと思います。昨日4位ですが、どうやらクリア国